帝道国、中国の軍人、中華民国国民革命軍陸軍中将。字は、カツには。帝は、1924年に、候補軍艦学校に1期生として入学し、同年11月に終了後、国民革命軍に参加し、蒋介石が、陳敬明を討伐した1925年の、統制や、 1926年から1928年にかけての国民党の北伐に従軍した。1934年には国民革命軍第二師団長に昇進する。日中戦争した中国側が対象したとされる1938年の大次層の戦いで先行を立て、第98軍の軍長となる。1938年末には、 1> 第1揮会下部隊第11軍軍長、さらに後に、第21軍軍長、第8軍軍長に転じた。1943年には、当時英領インドにあった、新編第1軍軍長となった。1945年8月、帝は帰国し、陸軍第3方面軍副司令となった。1945年9月9日には、 南京で行われた中国戦線における日本軍の幸福文書調印式に参加した。1946年1月、帝は森一名の要請に応じて東北地方へ向かい、数ヶ月後には国民党東北保安司令副長官となり、さらに1947年8月には東北野戦司令部副主任となった。1948年1月には、 新設された東北非属討伐部副総司令、3月には、さらに加えて第一兵団司令と、吉林省政府副主席も兼任することとなった。1948年5月、長春にあった帝が率いる、第一兵団は、共産党が指揮する東北野戦軍によって包囲された。その後数ヶ月にわたって長春は持ちこたえたが、最終的には、弾薬もつき、 援軍もないまま、10月に帝は投降した。1952年6月、上海から北京に呼ばれた帝は、水陸三次となり、後には、国防委員会を務め、第3期、第4期の中国人民政治協商会議員、第5期から第7期の全国政教上議員、また、中国国民党革命委員会第5期から第7期の中央副主席、 候補軍艦学校の同窓会である候補軍校同学会副会長。1991年1月27日早朝午前3時30分、帝道国は北京で病没した重症教、高位たる放火武器、同国。分子料第20、1961年8月、周恩来を、同国23時、新発。障子を、 2004年第4期 AB、民側中央副主席全国制7、届け上位会、同国同志在京病行く。ありがとうございます。